When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow without us. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、ミカです。今日はネイルシールを使ってサロンでやったみたいなネイルデザインを自分でする裏技というのを皆さんに紹介したいと思います。裏技というか、なんというかという感じなんですけども、爪キラーというネイルシールがありまして、そこで、ね、結構いろんなネイリストさんとコラボしていて、おしゃれなシールがたくさん出ているメーカーさんになります。で、今日は前にですね、私ネイルアジアに行った時に爪キラーのネイルシールをゲットしてきたので、それをね、今日は使っていきたいと思います。はい。で、ネイルアジアというのは何かというと、ネイル の大きなイベントなんですけども、それよりももっともっと大きなイベント、ネイルエキスポというのが2019年次の11月の24、25に2日間東京ビッグサイトで行われます。そのネイルエキスポというイベントに、私がプロデュースしているジェルネイルブランドのレティジアも出展いたします。私もブースにずっと立っていますので、ぜひ皆さん会いに来てくれると嬉しいです。ネイルエキスポに関する動画や、公式のサイトなどはこの動画の詳細に載せておきますので、気になるそれ何という方はぜひ見てください。では、本題に入りまして、今日は早速今からネイルシールを使ってこちらのネイルデザインのやり方紹介していきます。どうぞ。今日はじゃん、爪キラという、ネイルシールのブランドですね。こちらのマーブルタイプ1、はい、こちらのネイルシールを使ってデザインしていきます。また今日は、レティシアの商品も使えますが、100円ショップセリアで売られていた新しいカラーも使っていきます。私使用するのがレティシアはライトベージュですね、ライトベージュ。そして100円ショップセリアのカラーはこちらのマスタードと、ダークグリーン、ブラック、ブラウンを使います。まずはベースカラーにライトベージュを根元から先端まで塗っていきます。塗れたらライトで硬化します。ではネイルシールを使っていきます。こちらの爪キラのシリーズは未硬化ジェルがついた状態のこのような爪にも貼っていくことができるというものです。ちょっと質感はマットな感じですね。こんな感じで乗せたいので長さを決めます。先端からだとこのぐらいかなというところでカットします。カットできました。カットできたら先端の角、ここはカーブになっていますので、この四角いシールだとちょっと角が出てしまいます。なのでそこもちょっとこう踏まえて、軽くこの先端ですね、シールの先端のところをちょっとカットしておきます。後からカットしてもいいんですけども、私はもう最初からカットしておいた方がちょっと楽だなと思ったので、こうやってカットしておきます。シールを貼っていきます。先端の方から乗せて、地点を作るために軽く押さえたら空気を抜くような感じでシールを貼っていきます。少しシワになっても大丈夫なので、焦らずにこうやって少しずつ空気を抜いてシールを貼っていきます。はい、貼れました。ではこの上にレティシアパーツグルージェルをこの根元のところにちょっとスクエアになるようなイメージでちょっと塗っていきます。ではこちらのスクエアのゴールドパーツですね、これを乗せます。レティシアパーツグルージェルはこのようにパーツをピタッとこうくっつけておいたりとか、しっかり埋め込んだりする、または取れにくくするのにすごく便利です。半分ぐらいシールがかぶさるように上から乗せました。ではライトで硬化します。ではトップジェルを塗っていきます。今日こちらのようにちょっとパーツがこう角が立っていて洋服に引っかかったりするのが不安という方は、トップジェルにパーツグルージェルを使用するのをおすすめします。普通のトップジェルだと何層も塗らなくちゃいけなかったりとか、塗っても塗ってもこの角の部分が外に出てしまってしっかり埋め込めずに、こうセーターに角を引っ掛けちゃったりとかするので、こういうパーツグルージェルので、パーツグルージェルを使ってしっかりと埋め込んであげましょう。でこれはトップジェルの代わりにもなるので、もうこの後上からトップジェルを塗る必要はないです。大きなパーツを塗るときやシールを貼っているときは空気が入りやすいです。なの でブラシを優しく優しく動かしてあげましょう。また空気が入ってしまったというときは、
こういったウッドスティックを使ってこう空気をちょっと優しく動かして、なんだろう、パンケーキのこう空気みたいな穴をポンと叩いて破るような感じとか、あの先端の方にこうやって動かして、あの空気をなくしてあげます。ではライトで硬化します。パーツグルージェルをトップに使った場合はノンワイプトップと違って未硬化ジェルが出ますので、こちらのジェルクリーナー、ちょっとボケてますがジェルクリーナーというものを、未硬化ジェルを拭き取っていきます。ではもう一つのデザインです。今度はシールみたいな柄をジェルでやっていきます。はい、マスタード、そして、ブラウン、ブラック、これらを乗せる前に軽く、ベース&トップを一層引きます。この時薄くで大丈夫です。そしてネイルブラシは、はい、こちらレティシアジェルネイルブラシのペイントという種類を使っていきます。ペイントの先端はこんな感じになっています。これはもうあらゆるアートをするのにすごく便利でおすすめです。マスタードと、よいしょ、ちょんちょんちょんと、ちょっとマスタード多めにしますね。でブラウン少しにしておきます。ブラウンと、結構色が濃いので、スクエアショップのブラックはかなりシアー感がありますので、あんまり強くならないので、まあ、割と多めにのせたりしても大丈夫。もうちょっといいかな、もうちょっとのせ、はい、このぐらい大丈夫です。のせたらブラシを寝かします。立てるのではなくて寝かせて、このように寝かせた状態でふわーっと動かします。ブラシを立ててしまうと先端だけしか当たってないので細かい動きになってしまって、このマーブルがもうすごく細かくなりすぎてしまいます。なので寝かしてこう面で優しく動かすようにして、全体をぼやーっとさせていきます。でこうやって S 字に動かしたりして色を伸ばしながら、あのとどめ、そこに色をとどめたいときはこうやってちょんちょんと叩いてぼかす。立てると掘ってしまいますので、こうやって寝かして全体をこうやって優しく動かしてぼかしていく。で少しここで色が多すぎたなと思ったら、ベースとなっているカラージェル、今回の場合だとレティシアカラージェルのライトベージュですね、これを少し足します。ちょんってすると、でこの時ブラシは一度きれいに拭き取っておいてください。で少し足して、また立てたら掘ってしまったり細かくなりすぎるので、寝かした状態でこうやって表面を撫でるようにすると、はい、こうやってちょっと抜け感が出ます。はい、ではこんな感じでライトで硬化します。では普通のトップコートを塗っておきます。ライトで硬化します。皆さんいかがでしたか？今日のポイントとしましては、ネイルシールだけで完結させてしまうというのではなくて、部分的にネイルシールを使いながら、できるところはちょっとこう真似して自分でやったりして組み合わせることで、ネイルの仕上がりがグッとレベルがアップしますので、そういう風にやってみたらいいんじゃないかなという動画でした。はい、大きな面積にマーブルを作ったりするのは割と簡単かなと思うんですけども、細かいところにマーブルを作ったりとか、あとは左手で右手にネイルするときとかちょっと難しいという場合は、そこだけネイルシールを使ったりっていう風にやってみてください。では今日の動画もしよかったよ、役に立ったよと思ってくださったらグッドボタン、そしてこのチャンネルではいろんなネイルの動画を配信してきていますので、チャンネルを気に入ってくださったらチャンネル登録もよろしくお願いします。で今日のネイルデザインの写真はですね、私のインスタグラムにアップしております。写真を見ながらゆっくり真似したいという方はインスタグラムをチェックしてください。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ネイルエキスポの詳細、私もブースに立っていて皆さんにお会いできるのすごく楽しみにしています。ぜひぜひ会いに来てほしいので、ネイルエキスポの詳細をぜひチェックしてくださいね。ではまた次の新しい動画でもお会いしましょう。バイバーイ。